この血友病薬害被害者手帳というこの手帳が発行されましたこれは原告団の長年のこの要望であったこの被害者手帳この発行はこの薬害被害者の支援につながるこの重要な一歩としてまず評価されるべきですこの手帳にも書かれていますが薬害によってこの hiv 感染した血友病患者も年々高齢化が進み医療のみならず福祉や生活面も含めた包括的な支援が必要となっています 塩崎大臣に伺いますが、高齢化を踏まえた薬害被害者の介護、福祉等のこの充実について、今後、この手帳の普及と合わせ、どのように進めていく予定でしょうか塩崎厚生労働大臣。平成8年の3月29日、和解が成立をいたしましてから、ちょうど20年という節目を迎えるわけであります。 血友病薬害被害手帳の周知をしなければならないと思っております。都道府県の担当者、あるいは HB 診療に携わる病院などの担当者に対して説明を行うとともに、厚生労働省のホームページにもあの掲載をさせていただいておりまして、今後も各種,あの各種の機会を捉えて、周知を図っていきたいと思っております。 今、高齢化の問題、被害者の高齢化の問題についてお話がございました。HIV 訴訟原告団からもご要望をいただいております。重要な課題と認識をしておりまして、この高齢化する方々に対する支援をしっかりやらなければいけないというふうに思うわけで、このため被害者の方々が円滑に医療などのサービスを利用できるように、手帳の配布のほか、在宅医療介護、 の環境整備としてかかりつけ医師等の関係者に向けての講習会などもやっていきたいというふうに思っておりますで今後とも被害者の方々のニーズをしっかりと把握をして的確に各種施策を包括的な支援として確保してまいりたいというふうに思います川田隆平君はい、ありがとうございますぜひよろしくお願いいたしますえっと順番を少し変えてえっとかけつけの問題先にさせていただきたいと思います 可決権の問題についてえこの可決権は、すね、あの今日の,今朝の日経電子版にも、えー、記事が載っておりましたけれども、まあ、この国で今でも繰り返す薬害、まあ、これは可決権も HIV の薬害の被告企業でありましたで、こういった薬害が繰り返されるのはなぜかといいますと、これはまあ官民、それからこの特に政治家も含めた政官民の,この情報隠蔽の歴史であります。 薬害事件もその原因は、この政府と製薬企業によるこのリスクの隠蔽でした。で20年たった今、この日本国内で、血液製剤とワクチンを独占的に製造するメーカーでもある、この化学および血清療法研究所通称、可決権の事件もまた、40年以上にわたるこの不正な製造販売、製造薬剤、薬剤製造と隠蔽、そしてこの政府の情報管理の甘さでした。 でまずはこのパネルをご覧ください資料も配りしておりますで今回の事件は昨年5月の内部告発から始まったとされていますしかし改めて私の方で調べてみたところ実は厚労省はその半年前にまた農水省はそのさらに前の一昨年の10月から不正の可能性を知っていたと思われる事実が出てきましたで問題はこの2つの省庁が不正について知った後その情報をお互いに全く共有しなかったということですで先に不正を知った農水省の方は 可けつけが9月時点で30もの製剤を出荷、自粛していた事実すら、立ち入り検査まで全く知らずに、こののんきにこの大臣表彰式もしていたとで、安全性を監督するこの省庁が、不正情報を放置して、一体何のための省庁なんでしょうか、森山大臣、一体どうなっているんでしょうか森山あれ農林水産大臣。 河田委員に少し経過のご説明をさせていただきたいと思いますが、動物医薬品業界では、平成25年の10月にですねえ旧薬事法違反の行政処分がありまして、これを受けまして、農林水産省としては、指導をさせていただいたところでありますが、同年12月に日本動物用医薬品協会が、 コンプライアンスの行動基準を定めまして、法令遵守に取り組むことになったと思います。これを受けまして、可決権でも動物薬の事業部門においては、このような業界の取り組みを踏まえまして、検査担当者を配置し、承認内容の確認を進めておられたところでありますが、その結果ですね、あの 具体的には、平成26年10月に、かつ、可決権から診断薬1製剤について、承認内容を変更したいという相談があり、医薬品、医薬機器等法に基づいて、承認事項の変更手続きが必要である旨、回答しております。またその後別の剤についても 同様な相談が続いたことから、平成27年2月13日、経過を報告するよう指導いたしまして、同月の25日に可決権から、この4製剤について、すでに承認内容と異なる方法で製造したとの報告があったことから、同日、動物用、医薬品、全48製剤の製造方法を点検するように指導をいたしました。 また、これを受けて、平成27年9月に、可決権から48製剤のうち、先の4製剤に加えて30製剤について、承認内容となる方法で製製造していたという報告を受けていることはそのとおりでございまして、まあ、この時点で、横の連絡というものがもっと適切に行われておれば、 意味があったのではないかと思っておりますが、そこまであの進んでいなかったということでございます川田隆平君。そう今、大臣も,もうよくあることだから、重視しなかったというようなことも発言をされましたけれども、も,もし大臣ご自身が薬害の被害者だったら、この原因となった企業が40年もの間、血液製剤やワクチン、 この動物養成剤の不正製造を続けていた、この事件をしたときに、同じようなこのセリフが言えるでしょうか、不正をチェックする立場である省庁は、情報共有をおろそかにし、国は長い間、不正を見抜けずに放置をしていました、総理、これ、私はこのような、この厄介被害者を出さないために、私のような被害者を出さないためにも、国が最も責任を持つべきことがなんだかご存知でしょうか、これは何よりもまず、この正確な情報を把握して、それを共有することです。 これを徹底しない限り国は国民の命を薬害から守れませんこの失勢とこの反省をぜひ今後どうやって生かしていくのかえ総理の見解をお聞かせください安倍内閣総理大臣今回の可決点の事案は二重帳簿を作成するなどま周到かつ組織的に 国等の査察を逃れる隠蔽行為などが長期にわたって行われてきた,てきたものであり医薬品に対する国民の信頼を失墜させる決して許されないものであると思います可決権に対しては既に厚生労働省及び農林水産省がそれぞれ昨年12月に立ち入り検査本年1月に業務停止命令処分等を行ったところでありまた厚生労働省より 組織体制の抜本的見直しを早急に検討するよう要請を行ったとまあ強調しています。私としてもまあこの問題の解決に向けてですね、まあ両省にこれは確かにその通りだと思います。両省にしっかりと連携させてですね、連携して対応させていきたいとこのように思っております。解決戦の取り組みを注視していきたいと連携して注視させていきたいと思っております。川田隆平君。 はい、ぜひこれは可決権だけではなく国にもしっかりやっていただきたいと思います次にあのこの TPP の問題について移らせていただきます薬の安全性というものにおいてもう情報公開がいかに重要かという観点からこの TPP 問題についていくつか伺います私は現在この患者の権利を守り医療の公共性を維持しながら 医療政策への患者や市民の参画を促すいわゆる患者の権利に関する法案づくりにも取り組んでいます tpp に批准した場合この我が国の患者の権利を守るためのこの新たな法律が自由な競争を阻む非関税障壁として修正を求められたり外国企業から訴えられたりする可能性はあるでしょうか石原国務大臣 あの今、委員が準備をされております患者の権利に関する法案の詳細については知り得ませんので、まあ、一般論のお答えになることをお許しいただきたいと思うんですけれども、TPP 協定においては、投資の ISDS を規定する第9章において、16条で、 各国は健康などの目的のために合理的な規制を行うことを下げ妨げるものではないと明記をされておりますまた協定の規定に適合しない措置を将来採用しても協定違反とならない分野を明記する付属書2に,において我が国は社会保障社会福祉保険などの社会事業サービスを包括的に留保させていただいております また TPP 協定の第29章第1条において、WTO 協定を引用いたしまして、人、動物、または植物の生命、または健康の保護のために必要な措置を取ることについて、妨げられないとされているところでございます川田隆平君あのこれ、条文の方ちゃんと読んでいますでしょうか。 この確かにこの9章12条と付属書を見ると、社会保険事業に関しては、将来留保の対象だと書いてあります、しかしこれは患者の権利法のような、これからできる新しい法律については適用されません、もう一度聞きますが、TPP に批准した場合、患者の権利法が不当に競争を阻む非関税障壁として、外国から企業から訴える可能性がありますが、政府はどうやって薬の安全性や患者の権利を守るつもりでしょうか。石原国務大臣 先ほどあの一般論としてご答弁をさせていただきましたけれども、その点には留意をして政府は取り込ませていただきたいと考えております川田隆平君これはこの将来留保というのが根拠にならないと。 いう以上この説明では国民は納得しないと思います。次に TPP に批准した場合の医薬品の安全性について伺います。我が国は今まで予防原則を指針としてきましたが、TPP 批准後はたとえ副作用が懸念される医薬品であっても被害についての科学的な証明がなされない場合、この国はその薬を規制できなくなります。もし規制しなくたしたら証明を出せということになって訴えられるのではないでしょうか。このこれは政府はどうやって守るつもりでしょうか。大臣お答えください。 石原国務大臣予防原則が TPP に入っていなければ、医薬品の副作用について、科学的な確証が十分得られない限り、規制できないのではないかというような ご懸念のように聞かせていたただきましたあのもちろん厚生労働大臣がいらっしゃいますので、一般論としてこれもお話をさせていただきたいと思うんですけれども、そもそも TPP 協定というのは、世界の GDP の4割、人口で8億人という大きな経済圏において、 関税のみならずまた今、委員がご議論をいただいている、その健康、社会保障、医薬品等々に限らず、幅広い分野で新しいルールと構築する、マルチの経済連携協定だと思います、そうした TPP 協定では、今、委員がご指摘になりました、いわゆる予防原則について、明示的に触れられているところはないというふうに承知をしているところでもございます。 で既存の医薬について、あの副作用についてですね、副作用の観点から規制を行うことについて、それを禁止する特定の定めもないということは、ぜひご理解をいただきたいと思います川田龍平君。これ、先ほども大臣がおっしゃいました、この根拠としている9章の12条、これ、将来留保ということですが、この付属書の解釈、第9章の第25条、読みましたでしょうか。 こう書いてあります将来留保の解釈をめぐって、紛争になった場合は、TPP 委員会がその解釈を行うと、これはつまり、外国企業が日本の国内ルールで不利益を被ったと判断した場合、 この将来、留保の解釈自体に異議を唱えられるということです。え、そして、tpp 委員会が日本政府の将来留保の解釈の方が誤りだと判断した場合、日本政府は申し立て企業に対し、損害を賠償しなければなりません。え、つまり、大臣が今根拠にされている医療の将来療法、これの解釈そのものが外国政府の異議申し立ての対象になっているんじゃないでしょうかえ。もう一度聞きますがえ、大臣どうやって守るんでしょうか？石原。 先ほども一般論としてお答えをさせていただきましたけれども、過程の上にこういうことが起こるのではないかというようなご質問であったというふうに承知をしております、ですから委員のご懸念に当たるようなことのないように、十分に慎重に配慮をして、取り扱わせていただきたいと考えております川田隆平君。 これからの立法に関わるこの条約ですので、しっかりここ、しっかり聞きたいと思いますが、先ほどから何度も言っていますが、この将来留保というのは根拠になりません。将来留保が今後使える法律には適用されないことや、将来留保の解釈自体がひっくり返される可能性など、こうしたリスクの部分を伏せて大丈夫ですというのはおかしいです。国民の命に関わることについて、無責任なことは言わないでいただきたい。 そしてこの最後に最後につ総理に伺いますが、この総理もご存知のように、WHO の人、それから WHO も、ですねそれから国境なき医師団、それからニュージーランドの公衆衛生学会などが、TPP で薬の値段が高騰するという試算を出して、反対を表明していますで。薬価が高騰すれば、国家の医療財政負担も跳ね上がります。それに対して、政府総理はいつまそれでも、まあ、国民間保険制度は堅持すると、いつも言ってられますよね。でこれはつまり薬価が上が上っても すべて今まで通りり公的保険でカバーするということでしょうか、それとも皆保険制度は維持するが、診療報酬にして高い薬は自己負担にしていくということでしょうか、たとえ皆保険の制度は残ったとしても、TPP で薬の値段が高騰して、皆保険が形骸化してしまったら、私、いうのは難病患者だけではなく、がん患者、 それから糖尿病患者、薬を使うすべての患者にとっては、その意味が天と地ほど違ってしまいます。そこで伺いたいんですが、総理、TPP 批准後の医療費資産はどうなっていますでしょうか、その根源となる財源についてもお答えください安倍内閣総理大臣、まあこあの。今の質問については、ちょっとお先通告はなかったんですが、ただあの、えー、TPP によって、すね、我々は医療費があ、薬剤費が、 することはないといとううふうに考えています、まあ、な,な,なぜかというとです、ね、これ、各国によって、国によって違うんですが、いわば先発医薬品とです、ね、後発医薬品、いわゆるゼネリックの関係におきまして、日本は8年間、この特許が保護されるわけでありますが、まあ、米国は12年間でありまして、他の国はそもそも先発医薬品をです、ね、作る企業がないわけでございました。そういうい仕組みが ないとこにとってはですね、今回八年になったわけでありますから我が国にとってはこれ変わらないわけでございます米国はこれは短くだってそして今までその保護されているという仕組みがないところにと,とってはですね、八年保護しなければならないということにおいてです、ね、ジェネリックが出ることが遅くなるということにつながっていくんでしょうけれども日本は基本的に変わりがありませんから日本にとってはそれは影響がないと いうふうに承知をしておりますし、そもそもわれわれは、これ保険を、保険を主え保険主催された医薬品につきましてはです、ね、この保険主催されている機関においては、患者負担は医療費の中で,です、ね、その限られた負担ということになっているわけでございます。いずれしししましてもしっかりと あの中止をしていきたいとこういうふうに考えております。また命に関わることについては基本的に試験に関わることでありますから、えそれが起こされることはないとしっかりと対応していく考えでございます。河田隆平君。 え大変薬は大変高額になっておりますで、本当にこの可決権の問題も tpp の問題もえ共通しているのはこの政府が都合の悪い情報は出さずに一部の情報だけしか見せていないということです tpp に関しては調印も終わりいよいよ各国が批准この 採決という重要段階に入っているにもかかわらず、今日の今日のやり取りでも、まあ、一番肝心な国民の位置に関わる分野ですら、まだいい加減なことを言っていることに、まあ、怒りを感じはいられません。薬害訴訟の和解から20年もたって出てきたものが、この被害者手帳だけではあまりにもおそまずです。薬害を再発防止するためにも、同じ過ちを繰り返さずに、国民の命を守るという国の責任を果たすためにも、リスクの含め、正確な情報を公開することを求めて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました 以上で、川田隆平君の質疑は終了いたしました。次に中野松